よし、お疲れ様でした。お疲れ様でした。すず、なんか最近美味しいもの食べた？美味しいもの、うん、まあでもこの間久しぶりに焼肉食べに行って、うん、美味しかったですね。ああそう、はい、でも年末とかちょっと行けたらいいな。行けたいですね、はい、別格な、うん、また大掃除終わってさ、うん、うんうん、マスターでも最近休みの日とかは何してるんですか？うん、いや何してるっていうか、ちょっとこの間休みの日にさ、ちょっと静岡の方に行ったんだよ。静岡、何しに行ったんですか？いや何しに行ったっていうかさ、すごいビールをお客さんに紹介してもらってさ、静岡限定の札幌の、静岡爆酒、あー、あれですか、うん、あれを買いに行ってきた。うん、だ今日はお前だからそれをな、ちょっと鈴に飲ましてあげたいなと思って、はい、まあ俺も飲むけど、うん、だちょっとそれをさ、はい、ちょっと今日は鈴ちゃんにもさ、はい、うん、飲んでもらいたいな。いいんですか？うん、いいよいいよ。ありがとうございます。うん、これで今日はちょっとお疲れを、はい、やりてえなと思ってさ。これだよ。キンキンに冷えてますね。キンキンだよ。静岡爆酒。すず、はい、ありがとうございます。うん、いただきます。うん、じゃあ一緒に飲みましょう。いやいや、先飲むよ。え、うん、いいんですか？もういいよ。え、じゃあいただきます。いや、なんですか？ジーザスだろ。流行ってんだから今ジーザスが。マスターが飲むとき言うでおなじみ。うん、ジーザス。ジーザス、おいっす。一日お疲れ様でした。お疲れ様でした。うん、ジーザス。おお、こいつすげえな。うまいっすね。これ本当に水みたいな、うん、表現おかしいけど。うまい水を飲んでるみたいな喉越しっていうか、うわあ。はい、すずちゃんまだあるよ。マジか。うん、いいんですか？うん、ありがとうございます。もうこれしかないからな。あとの家にあるだけだからさ。家にまだあるんですか？あるよ。ありがとうございます。うん、おいっす。ありがとうございます。ジーザス。俺これもうほんと、これ作ってる人と話したいもん。美味しい。うん、黒ラベルとかさ、うん、ああいうこうホップとかの味っていうより、こううまい水をで仕込んでるんだなみたいなさ、うん、これ美味しいですね。なんか食いたい。何でも合いそうですね。何でも合う。うん、なんだ、やっぱ餃子かな。餃子食いてえな、あと焼き鳥も食いてえな。今あの、うん、ちょっとスマホで調べたら、早いね。はい、静岡おでんとか、うん、浜松餃子に合わせて、うん、静岡の人たちが、うん、あの作ったやつ、うん、らしいんで、だから本当餃子に合わせて食べれる。静岡おでんって知ってる？静岡おでんってあの、なんだろう、魚粉みたいなかけるんだよ、確か。あれ静岡、うん、確かにそんな、ちょっと酢、汁もちょっと濃か、色が濃かったんじゃないかな。あ、そうなんですね。
イメージつかないこの。いやいや、めちゃくちゃつきます。だし系の魚粉とかの効いたものでちょっと合いそうなさ、うん、いやこれは俺参ったね、うん、こいつこいつっていうかこの子、うん、すごいとこに来ちゃったね、俺の元に来たみたいなさ、こいつはいいビールだ。なんだろうね、そうだな、なんか札幌静岡爆酒を売ってくださいって言われてんだろうみたいな思われそうだけど、何も言われてないからね、一切ないからね。なんか回し物みたいに飲まれて嫌だからさ、本当にマスターがただただ美味しくて、うん、みんなに飲んでもらいたいから紹介してるって、ね、いやもうこいつはもう最高のビール、うん、本当に今一番俺が今年飲んだ飲み物の中でベスト5に入るぐらい美味しかった。ああ、うん、しかもまあ誰にも手に入るやつね、はい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 、そんないいウイスキーとかそんななんかあでもないこうでもないってそういうなんか偉そうな話じゃなくて、なんかもう手に入る、うん、うん、静岡まで行く価値はあるっていうか、へえ、うん、こんなんもらっちゃったらほんとまた買いに行っちゃうね。でも今日の仕事終わりにはぴったりじゃんこれな、いやさぴったりです、うん、こんなへこんじゃったけどデコピンで、デコピンの力強すぎませんか。うん、そうだな、バシンといくよ、もうグラスいくよ次。いや絶対やめてください収集つかないまあでも本当に今日も一日お疲れ様でした。お疲れ様でした、うん、ジーザスジーザスごちそうさまでした。ジーザス本当美味しかった。